傲慢と善良プレゼンツ恋愛のお悩み聞いてもらっていいですか企画、本日は皆様にぜひ相談したいという恋愛に関するお悩みですとか相談事、あとマッチングアプリあるあるなどを事前にですね公式の SNS で募っておりましたので、はい、早速ご紹介をしたいと思います。緊張するね。まずはこんなお悩みです。マッチングアプリでのやり取りでモヤモヤしています。朝のおはようと夜のお疲れ様ですの挨拶をしないと相手に申し訳ないと思い、結局仕事の業務連絡みたいな気分になってきて次の一歩に進めません。報告だけになっちゃうんだね。なるほど。ちょっとかけるくんのなんかルーティーンになっちゃうっていうのと似てるんですかね。やっぱりどっかで一歩踏み出さないとって思いながらも踏み出せないとずっとそれのこうねルーティン入ってきちゃうっていうか、なんか長いと長いで結構次の一言のハードルが上がってしまうっていうか。確かにこのおはようとお疲れ様ですの間にちょっと盛り上がる一会話あればねまた違うのかもしれませんが、どういう話をそこに藤ヶ谷さんだったら差し込みますか。難しいですよね。おはようございますとお疲れ様ですの間ですよね。あ、例えばじゃあ傲慢と善良っていう映画はなんか面白そうなんか映画の話とかその、ね、例えば買い物が好きだったら今からじゃあどこどこに買い物行きますとか、確かにだったらあこの人こういうのが好きなんだとかから、うんうん、あもしかしたらあ僕も好きですとか、うんうんうん、じゃあ今度一緒にとか、うんうんうん、食事の話も確かに話が広がっていく。確かにこうマッチングアプリなのでもし、まあ、使うとしたら奈緒さん、はい、どういう話までだったらなんかこう踏み込んでいいというかどういう会話はその中でできそうですかね。でもまずはやっぱり相手のことを知りたいので、例えばおはようとお疲れ様ないですお昼に今日何食べましたかとか、本当何でもない会話からそれこそあそうなんですねなんか焼きそば好きなんですね私も好きです今度一緒に焼きそば食べに行きませんか、ってなれるかもしれないな。繋がりそうだねこうね、リズムが確かに、はい、クラさんはどうですか。マッチングアプリやったことは今のところまだないんですけど。そうですよね、そうですよね。でも 何度もあのアプリを入れたことはありますね。あそうなんだ、いいのかな。大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。本当に普通にじゃなくて、普通に入れたことはありますね。すごい、やっぱり出会いってねなかなかないし。いやそうだよね。どんな会話がいいんでしょうねこれね。でも会ってからより深く会話していくっていう流れなんですよね、きっと。そうですよね。そうか、ここで詰めすぎてもってことなんですか。確かに、なんか合う難しい、マッチングアプリって、難しい、映画見たいこれ面白いとかいいじゃないですか。確かに結構いい塩梅、じゃないですか。確かになんか自分の好みも伝えられるし、相手の好みも、知れたりとか、映画の話はいいんじゃないでしょうかというこのご相談者の方、ありがとうございます。続いてもお悩みが届いております。女子高生です。好きな人がいるのですが自分に自信がなく、また過去に自分から告白して振られたこともあるのでどうしても受け身になってしまいます。どうしたら自分に自信を持つことができますかというお悩みなんですが、女子高校生の方。そうね、映画の中でねマミも自分に割と自信がない役でしたけれども、これはねわかるよね。しかも女子高校生の時ですよね。で好きな人がいて周りの目とかもあるし、毎日同じ人とこう同じ、集まりの中で暮らしてて人と比べちゃったりとかする気持ちは私はすごくわかるので、でもやっぱり好きな人がいるっていうことだからね、頑張れって思う。本当に自信の持ち方って、自信の持ち方、なんだろうね。でも好きな人の前だと自信ってみんななくなりません？特に告白する前とか、そうですよね。自然なことだよね、自然なことだと思う。とかその背伸びしないのがこう素敵なんだとかって、結構やっぱ10代じゃ分からなかったっていうか、その
確かにそうかもですね。なんか自然に勝るものはないし、人とやっぱさっき言ったように比べないことがすごく重要じゃないかなって、思ってるし、なんか背伸びしすぎない、自分に期待しすぎないっていうか、比べないことなのかな、意外とそのね、自分が自信ないなと思ってるポイントがちょっと相手にとって可愛いなと思えるところだったりもしますもんね。 それだよね、やっぱ告白もこうスラスラ、ね、なんか言うよりこのつっかえた方がなんか可愛らしいなっていうか、あ、緊張してんだなっていうか、それすらも可愛く感じる、ちょっと待って、高校生の話ってすごい前だからちょっと全然わかんないわ。本当そうですね、高校の時ですよね。クラスさんは自分に自信持てない時ってありました？そうですね、僕は自分に自信がない方なので、でも自分に自信がないってことを自分で受け入れてしまえば、なんか少しだけ気持ちが楽になったような気はしましたけど、僕はこういう人間で、それを受け止めてくれる人が現れたらいいかなみたいに僕は思ったりしてます。でも応援したいですね、心から、私たちは応援しています。なんかなんだろう、いっぱい恋愛してほしいなっていう気持ちあるよね。もちろん失敗も込みで、そう、絶対さ、やっぱ年齢を重ねるとどんどん失敗って怖くなるじゃん、恋愛だけじゃなくても、だからエネルギーとか勢いがあるうちにいろんなことを、やっぱり失敗を多くしたもん勝ちは、すごくなんか30代とかになってより感じたかもしれない、恋愛だけじゃないかもしれないけど。そうですよね、そうですね、誰かを好きになれることも大人になると当たり前じゃなくなったりするから、すごいすごい大切な時間だなと思います。まだ高校生なので、失敗をたくさんしても大丈夫だよっていうことを前提に、まあ、自信がないのも愛嬌のうちというか。そうね、やっぱりもうでもさ、10代もうやっぱり怖いじゃん、その失敗って、周りにどう思われるんだろうとか、でもここでどれだけ失敗できたかがやっぱり20代に絶対生きてくるから、そこから結構まあいろんな差が出るというか、経験値の、なんかそんな気がするかな。恐れずだね、届けっていう感じですね、この意見がね。はい、ありがとうございます。さあ続いてお悩みまた届いております。結婚している友達はみんな妥協が必要だよというのですが、妥協で相手から結婚を決められたら悲しくないですか？妥協するってどういうことなんでしょうか？こういうのあるんですかって、妥協が、妥協が必要だよって結構すごいですね。すごいですね、ちょっとズバリ悲しくなっちゃうかも。悲しくなるっていうか、でも妥協っていうより、この人のここはもっとこうしてほしいけど、でもここはもっといいよねが上回るんだったら、それでいいんじゃないかなって思います。ちなみに映画の中でも友人たちにマミと結婚したい気持ちはどれくらいかとカケルが聞かれて70% って答えるシーンがありましたよね。僕言ってました？70% 低いな、そんなの言ってました、言ってました、すごい刺さりました僕は。そうだから、打ち合わせっていうか、その作品のね話をした時に、ちょっと映画の話になっちゃいますけど、その70点でやっぱ女性側からしたら低ってなるけど、男性がもし言われたとしたら、あ、70って結構高いなってなると。まずそこでのなんか違いがあったりとかして、人にはよるけど、確かに70点だと高いって思っちゃうかもしれない、僕もね。容姿はなんかこうがいいとか、例えば年収はこれぐらいがいい、趣味はこういうのがいい、とかっていうことだよね。これをだから全部重ねていくとどんどんハードルが上がるから、まあじゃあ容姿はこれぐらいにっていう、その妥協みたいな、まあ、性格本当はこうがいいけどこうでいいかとか、っていうことですよね。いや、やっぱり悲しい地区は感じますよね。そのお友達のお話を全部聞いたらまた違うかもしれないですけど、その妥協が必要だよっていう一言に至るまでのきっと経験とかがあると思うので、人それぞれストーリーがあるから、これは本当にそう言われて、もしこの相談されてる方が妥協はしたくないって思うんだったら、それはそれで
私はいいんじゃないかなって、私自身が妥協はしないって決めてるので、うん、あのそういう妥協が必要だっていうご意見もものすごくあの大切なご意見だと思いますし、その上で自分でどうしたいかっていうことが決まったらいいなって思いますね。ね、桜庭さんおっしゃってたように、その、まあ、あえて言うなら減点したところよりも加点したところの方が超えたらみたいな考え方でもいいのかもしれないですかね、うん、というご相談者の方いかがでしょうか、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。続いてまだまだあるんでなんか今日さ結構早くからやってるのよ。あ、そうですね、いろんな番宣とかいろいろで、なんか今が一番不安な時間確認し合う。確かにこれは確かに不安です。ちょっと不安ね、なんか人様の。そうなんですよ、まあ、一つのご意見ということでね、はい、これが全てではないという意味で、はい、やらせていただきますが、続いて、あ、すごいですね、この方率直です、お悩みです、はい、マッチングアプリの性格欄やプロフィール欄を見ずに写真のみで相手を判断してしまいます、うん、だそうです。これにお悩みだという、いいと思います。いい、それはそれで私もいいと思います。第一印象。外見から相手をまず判断してもいいのかなってこの方は思われてるってことですよね。いいんじゃないですか、ね、はい。欲しいものが一番に決まってるっていうことなんじゃないですかね、それこそ。うん、え、あの、いいんじゃないかなって思いますし、その、まあ、見て、あ、この方いいな、もっと知りたいな、で次じゃないですか。うん、だからすごく、なんかいいのかなって思いますけど、ちょっとやっぱ不安ですね。いやでも写真一枚に結構その人の人となりも出ると思うんですよ ね、 そうだよね、きっと何が一緒に写ってるとか写真の雰囲気だったりとか、うん、そういう全体を見てパッと、まあ、一目直接会っても一目惚れがあるぐらいだから、それは全然出会うきっかけとしてはいいと思います、ね、うん、聞いて写真から伝わる情報って意外と少なくないぞってことですよね、その今奈緒さんがおっしゃったようにね、だからこの見た目とかだけじゃなくて、分かんない、その撮り方とか、じゃあ自撮りする方が好きなのか、自然にしてるとこ撮ってもらってる方が好きなのかで、結構なんとなく絞られますよね、きっとね、イメージ。めっちゃ修正してる人とか、あ、ギューってなってる、ギューってなってるとか、なんとなくその人の人柄もちょっと見えてくる気がします。だから いいんじゃないですかね、うん、すっごい目が大きくなってたりギューってなってんのは写真としてはどうなんですか。え、どうなんだろう、そう、ね、会った時の楽しみが増えるんじゃないですか、うん、ポジティブ会った時にやっぱ自分も大きくしてすごい皆さんポジティブで、ポジティブ、きっと落とされてると思いますこの方も。はい、続いてのお悩みが最後になります、はい、相手からの返信が滞ると原因を憶測してしまい勝手にストーリーを作り上げて落ち込み自爆する性格をどうにかしたいです。どうにかしたいのか、はい、もう自然が本当は一番いいと思います、ま、なんて言うんだろう、逆にこうあっちが送らなかったからこっちもちょっと送るのを遅らせようとか駆け引きとかはあんまり意味がなかった気がします、うんうん、今までだから本当に純粋に どうしたらいいですか、どうしたらいいですかですよね、どうそのもうそうか難しいよね、いや難しいですよね、めっちゃわかります、あ、黒くわかる、わかります、うん、なんか好きな人だけじゃなくて、うん、もうあの連絡来ないなみたいな、俺なんかしちゃったかなとか、やっぱそうなるのはめちゃくちゃわかります、僕は、うん、特にその、まあ、マッチングアプリとかもそうです、例えば LINE とかだとさ、うん、既読ってなって、うん、読んだは読んだんだ、はい、何時に、はい、うん、できっとまあ忙しいだろうか夜帰ってくるだろうなって言ったら、うん、そのまま帰ってこないとなると、うんうん、あれって思っちゃうかもですね、うん、どうしたらいいんですかそういう時、でもさ意外にさいろんなことを想像、ね、悪い方に想像するけど、うん、なんか意外に帰ってきたらさ、うんうん、あ、ごめん忘れてたとか、うん、なんか結構軽い時っていうか、あ、勝手に私がなんか落ち込んじゃってたんだなみたいな
時もね、あるよね。私この返信滞らせる方なんですよ多分。でも、全然連絡が豆じゃなくて、携帯もよく忘れるから、本当にあ今日携帯車の中忘れちゃったな、であ今日も忘れちゃったな、まあ明日朝取れるからいいかみたいな感じなんですよ自分自身が。だからあの私はどっちかというとそっち側だから、もしかしたら相手の方がそうかもしれない、自分と同じかもしれないって思うと、この自爆しちゃう前にもう一通送ってみてもいいんじゃないかな。あなるほど。意外と私みたいな人間も世の中にはいるので、ああ忘れてたみたいなことですね。忘れてた、あ連絡くれてありがとうの可能性もあるなと思うと、そんなに落ち込みすぎずに、とは思います。じゃあいろいろ原因を考えちゃう一つに、あ忘れがちな人なのかもなを一個選択肢に入れとくってことですね。この人なおと一緒かなって思ってます。選択肢ね、それいいですね。それ僕も使っていきます。実践タイプ、はい、倉さんに響いたというか思わぬところに響いて。でも分かる、その恋愛だけじゃなくてもね、それこそさっき倉君言ったけど、例えば先輩とかだとさ、そうですね、あれなんか急に返事来ない、いや怖いですよ ね、うん、ごちそうさまでしたって言って何も返ってこないかったりとかすると、やっぱ俺なんか絶対失礼なことしてるよくありますね僕は本当に。気をつけなきゃ、お悩みを投稿してくださった皆様ありがとうございました。映画傲慢と善良では皆さんにも共感いただけるような恋愛、婚活、マッチングアプリ事情が鮮明に描かれております。恋愛要素以外にも誰もが感じたことのある人生の選択について描かれているので、悩んでいる方や迷っている方にはぜひぜひ見てほしい作品です。ぜひ劇場でご覧ください。お待ちしてます。ここでお知らせです。傲慢と善良プレゼンツの特別企画はまだ続きます。次回は桜庭さんと私による女の大反省会トーク会です。奈緒さん演じるマミと私が演じる美奈子は劇中では決して仲がいいとは言えない役どころですが、役のことは一旦置いといて、傲慢と善良の作品、登場人物について私たち2人がぶっちゃけトークを展開します。この2人が何を言われるのか少し怖い。ぜひぜひそちらもお楽しみに。